カリフォルニア大学サンディエゴ校。カリフォルニア大学サンディエゴ校、ユーシアスドは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市郊外のラホヤに位置する、州立男女共学総合大学である。10校あるカリフォルニア大学システムの一つである。この大学は、スクリップスインスティテューションオプオーシャノグラフィとして1960年に創立された比較的新しい大学である。 アメリカ東海岸の名門私立大学連盟 IB ーリーグと同じ水準の教育を受けることができる公立大学軍パブリック IB の一行として名を連ねている。また、US ニュースが発行する2009年度のアメリカズベストカレジーズガイドブックによると全米の州立大学で第7位に番付けされており全米でトップレベルの州立大学である。シアスドの学部課程では オックスフォード大学やケンブリッジ大学のように、それぞれのカレッジに分かれている。それぞれのカレッジが、それぞれのキャンパス、要求している、一般教養課程、方針を持っている。研究型大学である UC であるが、学部課程でも、かなりの評価を受けている。理系に関しては、国内屈指の実力を持っており、生物工学をはじめ、電気工学、生物科学、 コンピューターサイエンス等々を多くの学科で世界的評価を得ている。ユーシアスドの科学分野が群を抜いて強いが、経済学、政治学、国際関係等々も全米で上位10位に入る等、社会科学に関してもアメリカ指折りの大学という面も持っている。ロジャーリーベル校は1964年に伝統的で厳格なリベラルアーツを要求するカレッジとして、 最初に設立された。ジョン・ミューア校は、1967年に、自給自足、個人の選択の精神ということで、ロジャー・リーベル校に比べ少し緩めの、一般教養課程を持つカレッジとして2番目に、設立された。サー・グッド・マーシャル校は、奨学金、社会の責任、そしてリベラルアーツとは、社会の中での個人個人の役割を理解するものも、 含むということを象徴する3番目の大学として1970年に立つ、された。アール・ウォレン校は、個人の専攻とは関係ない教科をも訓練させる、ことにより、多彩的な生徒を生み出す方針を持つ1974年に、創立された4番目のカレッジ。エリーナ・ルーズベルト校は、1988年に、創立された、国際、世界主義を含み、学際的で、 西洋から全ての国々を含む異文化を核とした5番目のカレッジ。6番目に創立されたシクススコーは歴史、哲学と文化、芸術、そしてテクノロジーとの関連性に目を置く2002年に創立された一番新しいカレッジ。研究型大学であるため、学部課程に加えて大学院での研究が特に重要視されており、各分野での評価は高い。 医学、海洋学、工学はもちろん、社会学などの分野でも近年は世界的評価を得ている。2005年に新設されたフルタイムの MBA コースは、ユーシアスドのテクノロジーと地域ビジネスを結びつける役割を担うことを期待されている。数多くのノーベル賞受賞者や、その他世界的な賞の受賞者を輩出しているというのも特徴の一つである。2003年では、 経済学の部門で、二人の教授が自、系列分析手法の確立を称えて、ノーベル済学賞を受賞した。同校の2007年から2008年の研究費は7億9800万ドルに上る。アメリカ国立科学財団の発表によると、カリフォルニア大学内で1位、アメリカ合衆国内で6位の研究費支出である。西海岸では、同じカリフォルニア大学システムの カリフォルニア大学バークレー校やカリフォルニア大学ロサンゼルス校 UCRA と共に最も人気のある大学の一つである。2011年度の出願者数は48、114人でカリフォルニア大学群のうちではカリフォルニア大学ロサンゼルス校 UCRA に次いで2番目に多い出願者数である。US ニュース社が発行する大学ガイドによると ハーバード大学やプリンストン大学などの IB リーグ校やスタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、MIT などの名門士校、名門州立校のカリフォルニア大学バークレー校、カリフォルニア大学ロサンゼルス校などと並び、入学難易度は最難関である、モーストセレクティブと位置づけられている。2007から8年秋学期の入学の記録では、 計四万五千九十三通の願書を受け付け、計一万八千五百四十七人の学生が入学を認められた。この年、ウシアスドに入学が認められた学生の平均 GPA は四点零六で、サットの平均点は批評読解六百三十五、数学六670、期日百四十であった。入学を許可された新入生一万八千五百四十七人のうち、 99%が高校での上位トップ10%の成績を収めていた。カリフォルニア大学軍の学費は年々増加傾向にあり、特に留学生にとってはかなりの金額を支払わなければならない。就民ではないので、修税を支払っていないため、就民の年間学費の目安、就民以外の年間学費の目安、有志安土には図書館が、慶住館があり、 右画像の大学内で目玉となる有名なガイゼル図書館が本部図書館となっている。ユシアスドの蔵書数は10巻合計で総数約310万冊にもなる。ガイゼル図書館はその得意な形からスペースシップ宇宙船と呼ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。